働いたり、自分の病気を見ることになったということはございますか。私はですね、自分の病気であるということを実際に言えなかったんですね。結構時間かかりました。皆さん、看護の会とか、看護の会とか、素晴らしい声を聞いていただき、ちょっとね、頑張っていましたので、もう、人に伝えることで、心が変わります。今振り返れば、次もらったら変わろうや。ありがとうございます。私も、自分が闘病を始めてから、そういう患者会とか、そういうことがよくわからなかったんですね。どこにあるとか、同じ年代の人、36ってやっぱりちょっと乳がんにしては少し若い世代だったので、なかなか同じような悩みを持ってる方っていうのと方と出会う機会がなく、結局でも一人でこう考えたり結構増えてきましたね。はい、印鑑の数ほど買ってもらって構いません。はい。ありがとうございます。